皆さん、どうもこんにちは。ペリアルです。さて、本日は、現在連載中の漫画、週末のハーレムの続編である、アフターワールドを読んできましたので、レビューしようと思います。アニメの続きのストーリーについては、こちらの動画で触れていますが、さらに、その続きとなりますので、購読のご参考にどうぞ。まず、本作は、前回、一旦の区切りを迎えた後の数年後の世界となります。男性も5000人ほど復活したようです。こいつが、本作の主人公のリクです。そして、この人が、リクのハウスメイトのボタンさん。前作の人気キャラのアキラちゃんの系統の見た目です。そして、序盤で出会うノバラちゃん。彼女が、リクの担当官になります。この子は、かなり癖がありますが、なかなか面白いキャラをしています。本作のストーリーは、このノバラちゃんのフォローのもと、ボタンさんや、その他のヒロインたちとリクが一緒に住むことになり、わちゃわちゃとしたラブコメを繰り広げる漫画となっております。主人公のリクが年下キャラなので、基本おねしょた系の絡みが多いですね。そして、気になる前作のキャラですが、まずは、我らが、翔太様はいつの間にか大統領になっていました。元いじめっ子から大統領とは出世っぷりが半端ないです。そしてレイとは研究員になっていました。ポジション的には前作と一緒ですね。基本的に世界の謎に対する話はレイとや翔太様がメインで進んでいき、新主人公のリクは今のところラブコメ要員といったところでしょうか。さて、次に、肝心のサービスシーンについてです。まずは、新主人公のリクについて、ですが、ラブコメと同様、基本おねしょた系統の絡みです。ただ、私的には、これらのメインメンバーが、前作キャラほどに魅力を感じておらず、さらに、リク自身も非常に消極的なため、現状、若干のパワーダウン感が否めません。ただ、このお嬢様キャラは前作いなかったタイプなので今後に期待しています。また、レイとはミラさんとラブラブですが、とある事情によりこれ以上の進展はせずでこっち方向では相変わらずです。とある事情はこちらの画像を見れば察していただけると思います。ただし、恋愛的な意味では一番しっかり恋愛をしています。そして、我らが翔太様ですが、大統領になった今も相変わらずイケイケです。しっかり前作の人気キャラも登場し、期待を裏切りません。しかし、彼も疲れてきたようで、普通の生活を望みま始めます。よって、これ以上彼に期待するのは厳しいかもしれません。ただ、先生との間に生まれた子供を見る眼差しや、こんな立場でも、先生だけは、特別に扱う翔太が普通にかっこいいです。やはり翔太様しか勝たん。総括として、メインストーリー自体は、普通に前作からの続きであり、サービスシーンは、現在、前作よりも若干おとなしめ、という感じです。新主人公のリクが、これからどのくらい覚醒するかにかかっていますが、ぜひ闇落ちして、この頃の翔太様に負けないレベルになってほしいものです。以上が本作のレビューになります。なんだかんだで全て購読したためレビューしましたが、皆様のご購読の材料になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。